田中ふ子こ8月1日から1943年は日本の教育者。1936年から1942年にかけて長野県の小学校に教師として勤務し、生活綴り方運動の実践を行った。指導した児童士、つくしは児童詩集などに多く紹介された。1916年8月1日、長野県上稲郡稲城で生まれる。 子供の頃に、六幕園で一ヶ月静養したこともあり、女学校入学後も再発するなど、小柄で病弱だった。しかし、女学校時代は、弓やテニスをよくやるなど活発な面があり、数学と国語が得意で、成績も良かった。1933年稲高等女学校を卒業し、卒業後は家業を手伝った。実家ははじめ時計賞を営んでいたが、 三種販売業、パチンコ屋に転じていた。家業は非常に忙しく、ついた中たち同士の状態のほどであった。ふさこは、この生活に不満を抱き、姉に、こんなことをしていては、自分の才能が伸ばせない。どんな仕事でもいい。家を出たい。状況すれば、なんとかなる。と話していた。1935年に、 先に上京していた兄を頼りに家出し、以前に在学中であった、この兄の紹介で、鶴見造船附属病院で受付として勤務した。しかし仕事は体に応え、満足のいく職場ではなかった。ふさこから相談を受けた長子の浜子は、教員になれば父親も家に戻ることを許すと考え、実家近くで代用教員の勤め先を探した。1936年3月に、 長野県上稲郡南向村の南向井神城、高等小学校、桑原文教場に赴任し、2年生の担任となった。翌1937年、昭和12年11月に、長野県教員検定試験に合格、1938年南向井神城、高等小学校、葛島文教場に転任した。しかし病気がちで、同年8月に、 兄の勤務する水戸日赤病院で腸癒着症の手術をした。当時、子供が自分自身の生活やその中で感じたことを事実に即して自分の言葉で文章に表現する生活綴り方運動が全国で広がりつつあった。ふさこの遺品には生活綴り方運動に危険を持つ教育雑誌の生活学校百三十八年八月週刊号。 教育、国語教育1938年11月号があり、当時から生活綴り方運動に関心を持っていたことがわかる。1939年に、上稲郡西春金村の春地下人情高等小学校へ転任し、1年生の担任となった。春地下人情高等小学校に勤務した2年間に、ふさ子は最も精力的に生活綴り方運動を、 展開し、学級文集、春地下の子供を1939年の1号から1941年の5号まで作成した。この文集は、桃田総治の編集する生活綴り方運動の雑誌、教室に投稿され、高く評価された。文集を各地の生活綴り方運動を展開する教師と交換して交流も図った。春時代の教え子の回想によれば、 作文に足をよく書かせ、絵画の指導も行い、紙芝居を作らせたり、童話や自分たちで書いた作文を劇にして上演することもあった。これらの活動を通じて生まれた児童の作品は、雑誌、教室に投稿され、紙面を通じて、桃田の指導を受けた。死、つくしは、教室1940年5月号に掲載後、同年100年が編集した1年生。 綴り方絵本に収録された。一年生、綴り方絵本に、掲載の際、原始の一部が改作された。この改作について、桃田は後に、私がつくしを、あんな風に直したのは、これは、大きな失敗である。あれは、原作のままの方が良い。と、上稲綴り方の買い当ての手紙で述べた。1941年に、上稲軍、 中沢村の中沢国民学校に転任した。この転任は房子にとって不本意なものであり、文集を交換していた教師、鈴木久直に、私も転任です。随分がっかりいたしましたと書き送っている。当時の状況について、鈴木は田中さんの身辺でいろいろな事情があり、新しい仕事を掘り起こして行うゆとりは、ほとんどなかったらしいと書いている。 中沢国民学校時代の教え子は、先生は童話を読み、紙芝居をし、書かせました。でも私たちは、先生の望むように伸びなかったのでしょう。文集も紙芝居も作った記憶がないのです。と述べている。1941年に、これまでの実践をもとに、低学年の綴り方や経験をもとにした小さな研究を執筆した。これは、 一年生綴る前の指導と表題を変え、同年、雑誌、教室8、9、10、11月号に連載された。1941年9月に教育文化を提唱し、小原清次、佐藤達夫、田中久直らと共に、同任し、交流を創刊したものの、ふさこが原稿を出したのは、第一週のみであった。太平洋戦争の開始で時局が混乱する中、 雑誌自体も第二週が最後となった。戦争による人手不足や健康が優れないことをアンジターにかずから退職して委員の手伝いをするよう頼まれ、悩んだ末、1942年9月に退職した。ハルチカ時代の教え子の回想の中ではっきりとした時期は不明であるが、ハルチカを転任後、結婚したことが書かれている。 1943年の日本作文の会第一回、作文教育全国協議会で、国分一太郎が、つくしを朗読し、1954年4月、稲氏上稲図書館で開催された新集作文の会では、ふさこの業績が紹介され、遺構や文集などが展示された。この朗読と展示が、きっかけとなって、上稲綴り方の会の手によって、遺構の研究、 生理が始まり、1961年に、萌え出る目、1971年に、同書の改訂版が刊行された。教え子は、和服姿の教師が多い時代に、小柄なふさ子が、体にぴったりとしたクリーム色のセーターに、グレーのスカートのスポーティーな洋服姿で、声は大きく、キビキビとした動作で教えていたことを記憶している。ゼンタと三平。 家なき子、風の又三郎など、多くの童話を子供たちに読み聞かせ、転任の際には、記念撮影した写真と一緒に、子供一人数とに言葉を添えたカードを配った。同時に、無知で机を叩き、よそ見をしていると、チョークを投げるという厳しい態度で教育に臨んだ。ふさこによる、私の本箱からという小文からは、教育に関する本のほか歴史書、国内、海外の文学、 自然科学の本などを幅広く読んでいた様子が伺える。ふさこの生きた時代は世界恐慌から太平洋戦争へと続き、教育界においては1933年の2.4事件後の教員への思想弾圧が始まった時代であった。そのような時代において雑誌や文通を通して他の教師や 教育運動の指導者と交流しながら、長野県の山間部の小学校で、子供の感動する心、自分流に思考する心を培うこと、自発性をのす、ママことを常に心がけ、生活綴り方運動の実践を一人で積み重ねた。赤い鳥鳥の自由詞を、児童に関連的なセンチメンタルなものを書かせ、それを大人が干渉して楽しんだと批判し、 生活の中から生まれる言葉を大事にし、さらにその詩によって感動する子供を導くことを目指した実践は具体的な事象からは慣れない思考を通した作品へ押し上げようとした努力であると評価されている。生活綴り方の実践は自然観察の文章から科学の知識に導くなど国語以外の強化にも応用された。また残された指導記録や 日記の分析から詰め込み教育からの変化の過程にあった算数教育の分野でも教科書を批判しつつ、創意工夫のある指導を行ったことが明らかになっている。ありがとうございます。